皆さんこんばんは。武田邦彦の本当の話番外編深い話をお届けいたします。この番組は言葉、体、神様、自然、食、医療など深く考えて人生に生かす番組となっています。この番組の主催は中部大学特任教授武田邦彦先生です。先生、今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。昨年は医者知らずっていうのを1年半ぐらいやりましてね、はい。今日もちょっとその放映されてるのをちょうど糖尿病かなんかもやってますけど、はい。時々見て参考にしておりますが、はい、どうもコロナもあったし、うん、平常な医者知らずだけでは、日本のこの矛盾した状態の中で生きていくことできないと。もう少しやっぱり自分自身の体の中に芯を通さないかんと、はい、いうことで、神といえば佐世保の南の川棚のところに、ね、はい、道場を開いておられる片山先生じゃないか、はい、後ろがあるように甲冑まであるまであるというねということで、はい、まあ、今度が、6回目ですね。6回目になりますね、はい、だいぶ佳境に入ってまいりましてね、はい、前回は日本の法っていうのをやったんですよ、はい、日本の法に対し社会秩序ということに対する考え方ですね。考え方、はい、で今日はまあ我々のまあ、立ち居振る舞いっていうか、はい、まあ、多分先生の実際にやっておられる本命のところじゃないかと思うんですけど、はい、 それもお話をお伺いしたいと思います、はい、今回第6回目も長崎県佐世保市の南川棚の方からお届けしてまいります。それでは改めましてゲスト片山先生ご紹介いたします。一般財団法人市政学術協会司祭塾代表の片山健先生です。先生、今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは第6回目は、はい、題名が一応ついておりますけれども、はい、まあ、日本人の身体と書いて、ね、まあ、体の姿勢ということで、まあ、お箱といえばお箱になりますかね、はい、あの姿勢という言葉は最初にあのご説明しましたけども、うん、僕らの体っていうのと心っていうのは、まあ、精神が分化したものだという考え方のもとに、うん、まあ、この姿勢を語らせていただいてるんですけども、まあ、その一つ精神からの分化の一つの体である。でこの身体と書いてね、まあ、体とこう書いておりますけど、はい、この身の最初の方がね、身、これ身ごもった女性の象形文字、はい、でその後に柔らかいところということになりますね。で体の方、球字は豊かな骨と書きます。ですから柔らかい、体の組織と、まあ、硬い組織を合わせた構造物を体というふうに日本人は言ったんだと、うん、まあ、いうところなんですけども、はい、その1回目にあの霊の本質についてお話しさせていただきます、はい、で、あ、もうあの来ましたね。あの霊とは何かと、モーグさんどうですか。霊ですよね、はい、有名の言葉に霊に始まり霊に終わるっていう言葉がありますけども、はい、まあ、何かしらに敬ったりとかですね、うん、私の中では、はい、そういった気持ちをもとに表現したものというふうには認識してるんですけれども、はいはい、あの、モーグさんのこの人はスポーツ女子だからね、はい、多分霊に、はい、そうでしょ。そうですね。ですから、うん、あの、まあ、対戦相手が仮にいるとしてもですね、うんうん、相手の人にもやはりその敬意を表するとか、はいはい、そういった意味での気持ちをひっくるめての、まあ、現れといったものかなというふうに思ったりしてますけども、あの、まあ、今のアプローチは心の方からということで、はい、先ほども申し上げましたけども、日本人はね、必ず裏と表、上と下、右と左、双方向からものを考えたり文字を作ったりしています。でこの礼に始まり礼に終わるっていうのも、今桃子さんがおっしゃったように心の方から考えた捉えた礼に始まりと、うん、実は体の方向からもちゃんとセットになっています、うん、実はですね、いつ時かあのお話ししましたけども、まあ、私は20人弱の今プロのスポーツ選手を 見させていただいて、ね、彼らに最初にあのお伝えすることは礼の仕方なんです、うん、まず礼をしろと、入室、退室するときに必ず礼をやってください。ただし今まで皆さん方がやってきたような礼は礼とは言えませんよと、いうことでやるんですけども、実はですねこの身体的な礼というのはですね、まあ、主軸と言いますけども、丹田というところがあります、はい、その丹田を中心とした、双方にですね、双極に股関節っていうのがあります。その股関節を通る下層軸を
元に礼をしていく、うん、はい、今時のあの人たちみんなこう首を中心ですね、はい、あれだとですね体使えないんですよ、うん、うまくで股関節をうまく使えると全身が連動性が効率よくなって、うん、はい、実はあらゆる身体競技に役立っていく、うん、まあ、この甲冑を置いてるのもあその一つでですね、はい、甲冑はよく考えられておりまして、あの、まあ、鉄をこう絡むんですけども帯っていうのがあるんですよ、帯、うん、はい、はいはい、あのこの帯っていうのはちょうど丹田を通るように設計されています。でこの丹田に締めることによって、うんうんうん、体の重心をいつも、うんうん、確認できますし、動く時にもそれを中心に動くと、うん、いうふうに、工夫されています、うん、で、この2つ目、日本人は小柄であったと書いてますけども、いつぞやも申し上げたように日本人の平均身長、男子ね、あの安土桃山とか戦国時代とか、まあ、150センチあるかないか、この人たちはですね、冷えとか泡を食らって、もちろん当然肉とかないですよ、冷えとか泡を食らって戦場で1キロから 1.5 キロあるような刀というものを振り回して命を懸けて戦うことをやったんですよ。もうそれはやってみればね、あの模造刀はその後ろにありますけども、はい、後でね抜いてみてこう振り回してやってみれば分かりますけども、1分も経たないうちに息が切れると思います、うん、でこれを1日あるいは2日3日1週間の時にはね、振り回して命を懸けたっていう、その150センチの小柄な日本人の身体技法っていうのは半端じゃないんですよ、うん、実は気づいてみるとこれほとんどの方が知りません、うん、あのそれこそ、明治維新のことがあのたびたび出ますけども、その時に、身体的なものも輸入しちゃった、ね、これが、まあ、カルパヘルツングっていうドイツのね、ものが姿勢と訳されましたということなんですけども、はい、その考え方もトレーニングさえもいきなり西洋式やっちゃった、うん、でまだまだあのそれでも名残はありましたけども、今日この時代になるともうほとんどの方がに日本人の身体技法を知らないと、うん、まあ、これ非常に残念なことで、実はものすごく有用なんですよ、はい、あの実際に、まあ、今競輪選手なんかにこれを礼の仕方から始まって、その体の使い方を教えると自転車のタイムが上がっていくということが確認されています、うん、まあ、そういうことでね、小柄だったことをもとに日本人のこれ3番目になりますけども、身体技法の効率化が必然的に図られていった、うん、まあ、いうことなんですよね。でその武家の作法、これね実はあの、まあ、儒教の影響なんかもあったりしてですね、あの公家作法というのがお公家様の中で広がります。でこれを受けて徐々にですね、武士もいわゆる上品にならないといけないっていうね、うん、あまりあのガサツでもいけない、武骨だけではダメだということで、身体あの礼儀作法を身につけるんですが、そこは武士戦うための礼儀作法、いわゆる身体技法に、落ち込んでいきます。これを武家作法と言います、うん、ですからまあ一応日本人の立ち振る舞いの中で、対別すると公家作法と武家作法があると、うん、まあ、いうことになります。はい、そしてその、武家作法の、肝となるのがまさしく腹、うん、いわゆる丹田、下丹田と言いますけど、 へそ下三寸、奥三寸ですね、うん、今の現代、科学で言うと立位時の人体の重心点になります、うん、これを、まあ、感覚として捉えていた。そして腹とこうで注意していただくと分かるように、お腹は今こう肉付きにこう違う字を書く、はい、土って書いてあるんですよ。これはですね、何回か目でお話したそのエレメンツ、リフスエレメンツとか日本の秘密とかありましたよね、はいはい、火と水っていうのは熱いと冷たい、うん、陰と陽なんですよ。この陰と陽が交わることで土という万物が生まれるっていうのが日本の考え方、これが秘密です、うん、ですからその土という字を体の真ん中に持って腹と呼びます、うん、でこの腹を、まあ、腹がある
この区間をですね、胴体と言いました。でね、今の巷では盛んに主軸じゃないや、体幹トレーニング、体幹トレーニングはい、ありますね、はい、で流行ってますけど、こうつまりとこう見てみると、はい、理解されてないなと。実は本なんかに書いてある体幹っていうのは日本人の言う胴体の、うん、を言っています。で、胴体って何かっていうと、四肢と頭を除いたところ。体幹というのは実は四肢を除いたところ、うん、だから頭は入ってるんですよ、体幹、うん、ね、はい、だからこの胴体を鍛える時にですね、いろいろ体幹トレーニング、体幹トレーニングと書かれてるんだけども、実はこの、別の考え方がちゃんとありまして、日本人は胴体とお頭と呼びました。うんうん、頭 の, あの方はお頭なんですよ。つまりお頭は常に団体の中にあって、うん、全体の動向を見極めながら冷静に、うん、その指令を出すという役割であるということで、うんうん、お頭と言います。ですから体幹という言葉にしちゃうと胴体とお頭が一緒くたになってしまうんですよ。これでは、深く人間の体を見ることはできません。で、一番下にですね、霊は0、うん、霊、命に通じると書いてますね。これまさしくですね、よく幽霊なんていう言葉、あれは幽玄の幽に、霊の霊と書いてるでしょ。あれは揺らぐということですね。山の中の糸杉が揺らいでる、あるいは陽炎が揺らいでる、そういったものを霊と言ったんですよ。で、真なる霊はまさしく実は現代数学でいうゼロなんです。うん、で、一応ね、数学ではゼロはインド人が発明しましたよ、うん、とこうおっしゃるんだけど、私からするとですね、いや、はるか昔に日本には霊の概念がありましたよと、うん、それは有でもなく無でもなく、うん、プラスでもマイナスでもないものを霊と言いましたと、ね、そこから有なりが無なりが出てきます、実なり虚なりが出てきますっていう概念がちゃんとあるんですよ。うん、まあ、ぜひこれ数学者の方々知っていただきたいんですけども、そういうですからね、御勢連とこう言うじゃないですか、はい、仏壇の前で、あれはまさしく有でもない無でもない状態をに手を合わせてるってことをずっとやってるんですよ、うん、実はね、まあ、そういうことを、まあ、お伝えしたいと思ってお話しさせていただきました。はい、はい、でちょっとここに書いてますけども、もともとの例はこう書きました、うん、豊かを示すと、はい、つまりですね、心も体も豊かになることが例の基本であるということなんですよ、うん、はい、それに後々公家作法なんかの社交儀礼っていうのがついてくるわけです、うん、原理は自分自身、己自身を豊かにするということが例の原理です、うん、はい、では次お願いします。日本人の目の動き、これね、非常に今スマホ時代になって私はちょっと懸念をしているところがあります。それはですね、実は、もう大脳の研究が、随分となされるようになって、左脳と右脳という概念がありますね。あと脳梁という左脳と右脳をつなぐ、これね、今ね、飛行機、うん、今ちょうど、ね、これ米軍の飛行機だと思うんです。あ、そうですか。実はですね、日本の自衛隊は日本の空を自由に飛べないというのをご存知ですか。うん、日米地位協定、地位協定、米軍は自由に飛べるんですよ。ね、やっぱり日本人という、まあ、これはもう何回も言うように右翼とか左翼とか関係なくって、なんで自分の国の人たちが自由に空を飛べなくって外国の人たちが自由に空を飛べるんだ、この辺をですね、いろいろと考えていただきたいということで、ちょっと話がずれましたけども、はい、大脳の話に戻りますと、右脳は空間とかイメージとかね、色彩とか、まあ、そういったのを司ると言われていますよね。で、左脳は言語、論理、というようなことを言われます。ちょっとこれフリップがありましたかね、見せていただくと絵があると思うんですけども、この後ですかね、もう一つありますか、もう一つ後にあると、あ、このまだ後ですね、ずっと後、はい、これですね、左脳と右脳の役割をこう書いていますけど、大体今このように研究されているようです。
まあ、本当か嘘かは私素人なんで分かりません。最近ちょっと修正されてます。あ、されてますか。はい、はい、まあ、こういうのがはっきり分かれるのじゃなくて、はい、相互に補填したり、はい、融通し合ったりしてるんで、はい、佐野がこうであるとかいうのは、うん、単に人を評価したり罰する時に使う手段に過ぎないと言われてる、言われるようになりましたね。なってきました、はい、はい。じゃあ最初のところに戻っていただいてよろしいでしょうか。それで、その目は心の窓ってこれ昔から言われますね。実際に脳の研究がなされて、まあ、そういったことが分かりましたから、どちらが効き目かということで、どちらの脳に機能が偏在しているかということも研究され始めました、うん、ね。その時にですね、脳研究で言われているのは右と左っていう概念が出てくるわけです、ね、ここが非常に重要なんですけども、僕ら日本人っていうのは長年文字を読むときにどのように目を動かしてきましたでしょうか。あの 縦にこう並んでる文字を右から左ですかね、はい、上から下に右から左にっていうふうに流れていきますよね。実は脳の、まあ、研究家であられたですね、今もうお亡くなりになられたんですけども、京都大学のですね、坂野昇先生という方と縁をいただきまして、いろいろと教えを直接に伺いましてね、あるいはこう、2つ3つ共同研究のお手伝いをさせていただいたりということがあったんですけども、実は目が上に行くときってどんなとき、目が上に、見上げるということですか、うん、そういうこと、見上げるって言いますね、はい、見上げる見上げるって言いますけど、はい、例えば日常の中で怒ったとき、うん、あるいはなんか不良っていうかね、昔の言葉になりますけど、柄の悪い方が人を睨みつけるときって、うん、下から上にこう、はい、来ませんか。あれはね、交感神経が興奮しているとき、あるいは交感神経を興奮させようとしているときの状態なんですよ。で逆に見下げるとき、昔リングっていう映画があったんですよ、ね、ありますね、はい、その中の主人公の幽霊の人、お化けの人、うん、貞子っていう人でしたっけ、はい、その人は目が真下にありましたね、はい、あれある上三拍っていうんですけども、うん、下三拍、上三拍、両方とも、人相学的にはよろしくないって言われるんだけども、あれはですね、いわゆる誘拐の目、うん、メイドの目、つまりぼーっとした目、ここに書いていますように副交感神経が優位になった時の目と言えるんですよ、はい。ではその先ほどの話になりますけども、じゃあ日本人の目の追い方はどうだったか。自律神経に沿って目を動かしていたというのは後付け的に言えるわけですよ。うーん、つまり交感神経から副交感神経という脳の刺激を無自覚的に帯びていた、ところがですね、左と右となりますと、先ほど出てきたような、まあ今はだいぶ補正されてきたということですけども、まあ大まかに言うと、英語なんか右から、あ、左から右に流れていますね、はい、でこれちょっと複雑なんですけど、次のちょっと図を見せていただいていいですか。これ眼神経が脳に到達するところの、はい、その映像がどのように伝達するかっていうのを示した図なんですけども、眼球の中の左側の壁、内壁ですね、に映し出される像は実は左脳に行きます。で眼球の両眼ですよ、両方とも、右でも左でも右側の内壁に照射された映像は右に行きますというところで、脳の動かし方、左右に動かすと脳がこのバトンタッチをこのようにするというようなことが判明してきます。じゃあ最初にもう一回戻っていただいていいですか。でこの左から右、ちょっとこれは旧式の、まあ、イメージから空間、言語、論理ということでちょっと語らせていただくと、英語で言うと左にあるものから右にあるものに目が動いていくわけですから、映像としては
感覚的に捉えたものを論理的に放出していく。まあ、今武田先生は腕を組まれてますね。これをロシアのルリエという人が研究されてた身体動作の一つなんですけども、今武田先生は右の脳を優位に使っている、うん、ということが脳研究のちょっと古いですけども、言えるというようなところからの話ですけども、うん、まあ、このようなことを書いてみました。そして実はですね、この目の動き4方向あるんですよ、うんうんうん、これをちょっと、次の次だったと思いますけども、あ、これですね、日本語、はい、先ほど申し上げたように縦から上から下、右から左、実はこの逆があるんですね、モンゴルの言葉、うん、縦なんだけども、うん、左から右、あ、そうですか、そして英語、横に読んで左から右で上下に降りていく。今度アラビア語、右からですね、はい、でこれをもう一枚ちょっとずる次に見せていただいていいですか。こうまとめてみますと、こういう目の動きになっていくんだ。うん、まあ、こう縦は書いていませんけど、でね、民族を考えるときにどうしてこのようになったのか、うん、理由は分かりません、全く分からないんだけども、今の知識で言えることは、日本民族や、モンゴルの方々、いわゆるモンゴロイド人たちは感覚的というか自律神経、いわゆる自律って何で自律っていうかというと、意識によらない神経だから自律っていうんですけども、だから考えなくても動いてるっていうところなんですね。常に僕らはそちらの方向性で目を動かしてきた。ところが西欧になったりアラブになったりすると、その人間が考えてること、うん、によって何かやろうとしているっていうことがここで伺えるのではないかと、まあ、個人的には考えています。うん、まあ、これはね、また後ほど出てくると思いますけども、ものすごく文化形式に影響を与えている、うん、ね、いうところを、まあ、またお話しさせていただきたいと考えています。はいはい、それで先ほどのスマホなんですけど、はい、横文字なんです、うんうんうん、左から右なんです。これね、今日本人の子どもたちは国語の授業以外はほとんど左から右に目を動かすんです、うん、そうするとこれでいいのかなっていう気がするわけです。何が起こるのかはわからないけども、うん、脳の活用の仕方としては完全な欧米式になってしまうんですよ、パソコンもスマホも。だからどっか技師の方がいたらぜひパソコンとか、まあ、あるとは言ってましたけども、縦文字になるように、あ、はい、ね、設定でね、縦文字にね、できたりしますけど、ね、それは脳の使い方が違うんだというところにね、気づいていただきたい。うん、安易にですね、例えば歴史で言うと BCAD なんて言うでしょ、あれ日本人が言っちゃいけないですよね。ビフォークリストとかね、アノドミナっていうね、まあ、ラテン語で我が主なる我が貴族たちの年なんていうのをね、平気で、まあ、今の歴史の教科書書いてますかね、 BCAD の多分書いてあるのダメですよね。そういうところからやっぱり考えていただきたいですね。まあ、今、共通の歴史で CD とか、CBD かな、そういうのも出てるとは聞きますけど、やっぱり多くのところで不用意ね、学者 の方も時にですね、 BC とかね、紀元前とか使ってるんですよ。何の前ですかと、それは紀元の前とかね、紀元後何年とかおっしゃるけど、それはどこを軸にされてるんですかと。まあ、ちょうどに日本は1870年でしたかね、まあ、その時は後期2500年だったかな、だったんですけども、僕はその右翼とか左翼とか、じゃないんですよ。でも正しい自分の国の歴史っていうのを知っておくことは大事だろうと、うん、常に考えていますから、そういう、後期なんかも考えるんですけども、うん、あまりになんかこういう言葉とか、こういったことを今のその学者の方々を安易に見過ごしてらっしゃるんじゃないかなっていう、うん、気がいたしましたので、ここでお話しさせていただきました。はい、で次ははい
あ、もう一つありましたかね、その前にね、6の2っていうのは何でしたですかね。もう6の2お話ししたね、はい、で6の3っていうことで、日本人の生理機能と日本人の身体感の、相関性と書いてますね。でこれたびたび私姿勢のお話をさせていただいていますけども、まあ、皆さん方にいろいろとここを訪れてくれる、いろいろとこの体の問題を持った方々とか、時には心の問題を持った方々もお見えになりますけども、その方々に説明するときにですね、姿勢を整えるという考え方には3つありますよと、これはその整理整頓の整は、束ねるという字に、まあ、横は枝という枝の象形ですね、そして正しいと、枝を束ねるようにバラバラになっている枝を束ねる正しさを整理の整と言います、そしてその束ねた時に問題にぎゅうぎゅう締められた時に問題になった時には、上に負と書いて、まあ、今の方々もこれを悪者にしてますけども、文字自体はそうじゃなくて非常に由緒ある文字、歪むとかね、いうのが悪いイメージがありますけども、負っていうのはつぼみが開こうとしている様、そして正しいと書いてるんですよ。つまり広がる時の正しさで、その真ん中に正でもない負でもない正しさという単なる正しさがあるということをお話しさせていただきます。でこれはね、体を整える上でも非常に重要な概念で、ですからそれをまとめて才という文字が表しているので、まあ、私個人的には司祭するんですよと申し上げています、はい、姿に才という字で司祭というふうにですね、はい、ということを申し上げています。でこれはなんか抽象論的に思われるかもしれないんですけど、例えばね、筋肉が伸びる縮むで僕らは生活しています、生きていますね、はい、動きます。で筋肉が伸びた時っていうのは、ここで言うとどんな、まあ、当てはめてみるとどうなりますかね。どちらかというと、こちらに近いですよね。そうですね、歪みの感じの方ですね、はい、その時はどうしたらいいんでしょうかというと、こちらに持ってくるんですよね、はい、だからこう縮めればいいんですよね、うん、そして逆に縮みすぎた時、束ねてギュッと締まった時、痙攣のようにね、小村がいとか言いますけど、グッときた時、これはどうしたらいいんでしょうか。少しこの広げる必要が出てくるんですね。こっちに行けばいいだけです、うんうん、つまりこの3つの概念を1つのところから派生した3種類の考え方をちゃんと把握していると、いつ何時でも体は元の状態に戻ってくれるようになっているんです、うん、でこれを早く日本の方々に知っていただきたい。これね、ちょっと内輪話をしますと、はい、僕ね、こんな話をして25年になるんですよ、はい、ね、でね、なかなか広がらないなと、もうこんなに簡単なのになと。そしたらね、ある関西のスポーツ会社の方が来ていただきました、声かけて。そしたらね、驚くことに同時期にね、中国からオファーがあったんです。中国全土にお前の考えを広めるから、ぜひともやらせてくれと。大儲けする、あ、じゃあいいです、大儲けするためにあれで今活動やってるんじゃありませんと、ね、いうように店長にお断りしましたけど、2度3度とオファーを受けましたけどね。だから中国に広がるのは別に嬉しいことではあるんですよ。でも先にですね、日本人である以上は日本に広まっていただきたい、はい、もうかけ値なし、お金いらないんですよ。ただこの概念を単なる体に照らし合わせて、伸ばしすぎて何か問題あるなと思ったら縮めればいいんですよと、縮めすぎて問題があるなって言ったら広げればいいんです、でじっとしてて問題があったら伸ばしてもいいし縮めてもいいんだと、もうたったこれだけなんですよということを早くお伝えしたい。でそれを証明するまた言葉があるんですよ、緊張と凝り、はい、ごめんなさい、弛緩、弛緩、この文字の関係性がもう抜群なんですよ、うん、よくぞ昔の日本人考えた。これ金と蝶ってどういう意味でしょう。金と蝶、張り詰める、実は裏と表を書いてるんですよ。緊張という一つの言葉ではなくて、
縮みすぎた異常性と伸びすぎた広がりすぎた異常性を緊張って書いてます。しかもですよ、桃子さん、ここは強く言いたいんだけど、それを元に戻すときに弛緩するって言ってるんですよ、うん、これちょっと文字が拡大して見えないんですけど、緊張の長は弓辺が長いって書いてある。弓辺に長い、はい、弛緩の弛は弓辺がなる、元に戻る、そして筋の方に糸がついてるでしょ、これはこちらに糸がついて緩むとか、ものすごく奥深い絵文字の使い方、なおかつ凝りと張り、実は筋張っていうのは凝り張りっていう意味なんですよ、だから凝ってる時に凝ってる対応をせずに張りの対応をするとさらにひどくなるんです。逆に張ってる時に凝ってる対応をすると逆にひどくなる。あのこれいつとやもね、お話しさせていただいたかもしれませんけど、母さんお肩を叩きましょうって、はいはい、ポンポン、あれどっちですか、凝ってるんですか張ってるんですか、どちらでしょう、答えは明確にあります。どっちですか、母さんお肩を叩きましょう、タントンタントンタントンタンだったかな、はい、これね、答えを言いますとね、張りなんですよ、張りの時には強い刺激を入れると筋肉は収縮するんです、そうすると問題が解消する、逆にね、凝りの時は母さんお肩をさすりましょうにならないといけないです、でさすると固まったものは緩むようにできているんですよ、それをね全部言葉で集約しているのがこの緊張と弛緩という言葉、素晴らしいですよ、それで次の小質病というこの言葉も素晴らしい、なんかね日本語をこう深く探っていると全てが暗号のように思える、またその暗号が真実を伝えているっていうね、まあ私が日本人だからというところもあるかもしれません、でもね、これほど奥深いのかって本当に驚嘆します。例えば小質病の小、これね異常時の正しさって書いてます。さっきの正のところにこう3つありましたね。その異常時というまずマークをつけて、でも正しいんですよ今の状況はと。例えば桃子さん熱が出ます、はい。これは正しいんですか正しくないんですか。熱は正しいで す, いです、これまでのやり方で言うと、うはい、いわゆる生理的な自然の考え方すると、咳が出る、鼻水が出る、汗をかく、冷や汗をかく、ね、全て正しいんです、でこれを正常にいつもあると困るんで、異常時の病だれをつけて、異常時の時だけの正しさだよとちゃんと書いてくれてます。でこの時に対応を誤って熱を薬で下げる、鼻水を薬で止める、下痢を薬で止める、そうするとどうなりますかというのが次に説明されてるんです、異常時が矢のように走り出す、これが疾病の質、そしてさらにそれを対応を誤ると病、つまりもうこの大の字になって床に伏せてしまうよ、ということを表しているのが質、小質病という言葉なんですよ。でこれも全て自然の流れを、感じながら、やっております。で最後にこの鍛錬とトレーニング、コンディショニング、これね最近もう1年余り久しぶりに、まあ、プロの競輪選手20メジャーの方々とお付き合いし始めて、彼らが何を間違っているのかということに深く気づかされました、はい、あのね、もう練習が忙しくて時間がない時間がないって言うんですよ、何の時間ないのって言ったらね、いやトレーニングもしないといけないしコンディショニングも毎日しないといけない、何それ、トレーニングとコンディショニングなんか別じゃないよ、日本人はねどう考えたかというと、これをね鍛錬と言ったんですよ、鍛は鍛える、錬は練る、鍛えると練るは同時に起こるっていうのが鍛錬の概念なんです、ですから人間の体を正しく使いますとね、例えば
こういうふうに曲げてるときにはこちらは完全に休息すればいいんです、うん、こちらが働いてくれる、はい、これが炭と電の関係性なんです。でこちらをこうやってるときにはこちらが休息してこちらが働いてくれればいい、うんうん、ですから人体構造に無理のないように、うん、沿って動かしていくと日常生活動作は全て鍛錬、うん、でそれのちょっと幅を広げたのがまあいわゆる現代人が言うトレーニングとコンディショニング、あるいはストレッチングとストレングスなんつってね、すぐ分けるんです、うん、なんで分けるの、だから練習終わったらストレッチングしないといけないんですよねとかね、もういろいろやらないといけない、いやいや違う違う、動いてる時にストレングスとストレッチングは同時に起こってるんだと、うん、それに早く気づいてということを、まあこれ絵空ごとじゃなくてこれ気づき出すとね練習時間減るんですよ、うん、減るのに強くなり始めるんですよ、うん、なんでかって当たり前に自然率に従って効率化を図ってるからですよ、うん、ということが起きますという、今回はですね、まあ、日本人の体の姿勢ということで、はい、まあ、まとめとしてこの鍛錬と西洋 の、 分けて考える、うん、これはこれあれはあれ、これね非常に分けるっていうことは鋭くなるんですよ、うん、だけども全体性が失われるんだということはもう早く日本人は気づいていただきたい、うん、だから西洋が全て悪いって言ってるのではなくて、それは何を示しているのか、もう一概に一つの言葉に まとめると西洋は分けることを目指していると言えるのではないかと考えています。で日本人は分からないところを目指しているんじゃないか、実は、まあ、これはまた、いつかお話しさせていただきたいなと考えている命題ですけども、はい、まあ、お時間をいただければと思います。どうですか、まあ、今日第6部はね片山先生が今もう何十年やってますかね、80年、まあ、実質的に教室開いたのは25年ですけどなるほど、このお勉強を始めて40年ね、はい、なりました。それの、まあ、中心的に、まあ、片山先生がやってきたことなので、まあいろいろ経験もあってですね、うん、で僕は片山先生の話を聞いてると時々腕組みをしたくなってるんですよ、うん、はい、時々腕組みするんですけど、うん、さっきから僕は自分で腕組み したい時はどういう時かなって考えますとね、うん、例えば右脳となんか右目とか言ってたじゃないですか、はいはい、渡り鳥っていうのは長距離渡る渡り鳥っていうのはこう飛んでる時に下に木がないとね、うん、海面に降り立っても休めないじゃないですか、うん、で飛び続けるわけですよ、うん、睡眠時間が足りなくなるんですよ、うん、そのために左の目をつぶってこの右脳を休ませて、うん、で右目をつぶって左の休ませながら飛ぶんですね、はい、片目飛行って言うんですよ、はいはい、そうしますとそれだけ長距離飛べると、うん、まあ、いうことなんですが、うん、先ほど字のこっちとかあっちとかね、うん、こっち書いたらこっちから行くとか話聞いてたんですけど、うん、僕はそういう話を一個聞いた時ですね、それまで自分の頭の中にある知識との整合性を当たるんですね、うんうん、必ずそうしてるんですね、うんうん、さっきそういうことが分かったんです、うん、でまあ卑近な例ではね、コロナウイルスは、発症しなくても人に感染すると言われてるわけです、うん、言われてますね、論文読んだらちょっといい加減な論文だ。それで僕はその時に発症しなければ咳やくしゃみが出ないから、うん、体外にウイルスが出ないから、体外にウイルスが出なくても他人に感染させるってことはどういうことかなと、うん、まあ、考えるわけですね。その時に必ずしも批判的に考えてるわけじゃないけど、それまでの自分の知識と新たな知識に整合性があるかなと思って考えてるわけですね、うんうん、でその整合性があれば自信を持って、次の時に多分これは私はこうですよってこう言うんだけど、うん、整合性が取れない時は、いやちょっと違うんじゃないかと思ったりいろいろしてるんですけどねとこう言うと、で多くの人たちはですね、
整合性が取れるかどうかを考えない。コロナウイルスは発症前に、感染させると、こう理解するんです。でじゃあ今度じゃあウイルスが外に出ないのになんで感染するのって聞かれたら、いやそれはそれでまあそうでしょうねってなって個別なんですね。あの基本的なことを考えたり、その思考力を高めるっていうのは人の話を聞いた時に、例えば今の話は片山さんが40年もやってきた成果だから、はい、一個一個については片山さんのやってきた世界では別に間違いはないんですけど、僕はこっちの世界にいますからね。でそれを聞いた時に、ちょっとこれおかしいんじゃないかなとか思ったりすることがある。その時に自分があらかじめ知っている知識と反するものを弾くっていうのがまず一番初歩的なんです。それは違うよ、なんで違うの、いや俺こう思ってるから、いやそれはあなたが思ってたってお釈迦さんが思ってるわけじゃないんだから、正しいのはどっちか分かんないじゃんか、後の方が正しいかもしれないよって、こう言うけど人間のまず考えはそうなんですね。それからさっき言ったように個別に正しいことを矛盾してる、相互に矛盾していることを それぞれ認めていくっていうね、死んじゃいけないと、じゃあ人間はなんで死ぬの、いや分かんないけど人間は死ぬもの死ぬし、死んじゃいけないのも死んじゃいけないからって、そういうふうにこう個別に判断してる時もあるんですね。でまあこの講座っていうか深い話を聞く時はこれ深いですからね、だからそれを聞く時には、まず自分の今まであるものっていうのにこだわらない、僕は言わす、言い方になると 70% の脳には今までの知識を貯めといていいけど、30% は常に開けとかなきゃいけない。開けた方に新しい知識を入れて、入れる時に反発しない。脳の表面で反発する人っているんですけど、そうすると新しい知識が入らないから、頑固になりますね。ですから 30% 開けて入れると、入れて今度そばでも食べてる時にあれは違ったけどな、どういう関係かなと思って、まあ納得するかどうかは別にして、都会にいる人がそれが一番いいのは電車に乗ってる時ですね。電車に乗ってる時は既存の自分の知識と新しい矛盾した知識を融合させるのに一番いいですね。何にもやることないしごとんごとんと言えますからね。まあちょうどいいということで、まあ、今回は片山先生が40年間やってきたことの基本的なことですね。まあ、その中には僕が見るとですよ、自分の経験から来る直感っていうのも入ってましたね。ですからまあそういう片山先生が実施を通して直感したこと、これは我々は直感できないんですよ。40年間違うことやってますからね。だからそこのところはまたそこのところで自分の頭の方を整理するという必要があると思います。まあ、今回は第6回目日本人の、まあ、身体と書きまして体の姿勢ということでお届けしてまいりましたけども、はいはい、まあ、ますますその言葉というものに対して、まあ、片山先生なんかは深くまた切り込んで、それを実際の体の動きとかいろいろな要素、日本人の考えといってもっとうまくこう噛み砕いてご解説いただいたという感じでね。言葉ありきなんですよね、はい、言葉で考える、ぼーっとしてるときは別で、何か考えようとしたときには必ず言葉を引き出す。ところがですね、私の心調子悪いなと言いながら、その心の内容は知らないということが起こってるんですよ、実際に。まあ、ですから、まあ、もう一度日本語を見直して、みんなでですね、やった方がもっと問題のこう焦点が合ってくるんじゃないかという気はしていますけど、ということで、そろそろ第6回目お時間ということになりますので、以上をもちまして第6回目、日本人の体の姿勢ということでお届けしてまいりました。今回も引き続き一般財団法人姿勢学術協会姿勢塾代表の片山健先生をお迎えいたしましての回となりました。先生ありがとうございました。どうもこちらこそありがとうございました。
です。